はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の剰余の定理と因数定理丸1をお送りします。で、前回までは解と係数の関係を結構長くねやっていったんだけど、で、ここからね剰余の定理そして因数定理についてやっていくと、これもね少し長くなるかもしれないんですが、まず第1弾です。で、最初なんですがポイントは特にありません。問題やりながらね学習していく感じにしますので、今4問映ってるのができそうな子はぜひね動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、先に言っておくと、ここに関してはやり方知ってたら速攻終わります、ね、まずやり方覚えてください。で、なんでそれが使えるのかっていうのも説明しますので、まず1番ね普通に解いていきましょう。で、今回何するかっていうと、次の整式、つまりもう式ね、これを括弧内、これのね整式で割った時の余りを求めます。だからこれ割るこれした時の余りなんやねんっていう、それを求めに行く。で、どうやるかっていうと、これね、ちゃんと書くんだったら、この式あるじゃん。これを、例えば px とかって置きます。答えを書くだけだったら、こんなん置かなくていいからね。で、置いて、3x2 乗マイナス 2x プラス1って。で、何するかっていうと、ここの x に1を入れます。1。で、1入れると1の2乗なんで3でしょ。1入れるとマイナス2プラス1だよね。で、計算するとこれが2になると。はい、終了っていうね。これだけです。これ余りなの答え。これで OK になる。で、何やってるかっていうと、まあね、ちゃんとね書くんだったら px とかって置くでしょ。で、置いてここが x マイナス1だったら1を代入するんです。で、先に言っちゃいますね。x プラス1だったらマイナス1を代入します。で、その代入するものは、基本的にこのマイナス1とかプラス1の if 語、符号を変えたものって考えてもいいんですが、ちゃんと覚えるんだったら、これイコール0を解いてください。つまり、x マイナス1イコール0。これが0になればいい。で、これが0になるときって、x が1でしょ。だから、それを代入すればいいんだってなるんです。さて、なんでこれで解けるかっていうとこなんですけど、これをこれで割るじゃないですか。で、今回話出てきてないですけど、もちろん割り算やってるんで、小と余りがあります。で、小を、これで消しちゃうんで、ね、申し訳ないんだけど、説明だけやるね。じゃあ、小を、例えば、qx って置いておきます。ちゃんとね、計算するとめんどくさいんで。そうすると、これ、小学校の時にやった、ね、公式というか、ルールで、割られる数、まあ今式だけどね、じゃあ px にしとこうか、まあ、割られる式っていうのは小かける割る数だよね。まあ順番どっちでもいいね。ちょっとここでそっちに先にしようか。小かける割る数、まあ割る式ね、プラスここに余りがきます。これ小学校でやってるやつね。まあ、小学校の場合は式っていうか数になるから、割られる数イコール割る数かける小、まあ逆か、小かける割る数プラス余りになると。で、今、ここだけを求めたいのね。で、その時に、ここって掛け算で繋がってるでしょ。で、今さ、x マイナス1割る式ね、の方を0にしたの、こうやって。ここね。で、ここを0にしちゃえば、当然、何とかかける0。何来ようとも、これ消えるよね。0で。こいつが0になれば。だから、そこに、今ね、これを0にするためには、1を入れなきゃいけないんだよ。1-1 で0になるから。ってことは、1を入れたら、ここまあ1になりますけど、そしたら、p1、今 p1 やったね。それがあまりにそのままダイレクトで繋がるっていう。ここが消えるから。だから、これイコール0を求めたものを入れることで余りは速攻で求められるよっていう、いいかな、そういう仕組みになってます。ちょっと消しちゃうねこれね。じゃああとはね普通に解いていきましょう。ちょっとこれこの後めんどくさいんで、px 書かないからね。で、途中式を書く場合だけちゃんと書いてください、テストの時ね。で、これは x プラス、ここから一応書いておこうか。 x プラス1イコール0になるためには x はマイナス1に
ならなきゃいけないと。だからマイナス1を全部入れます。マイナス1の3乗はマイナス12乗はねプラス1なんでかけるとプラス2、マイナス1を入れるとプラス5で、これはそのまんまだからマイナス7で、あと計算すると16だからマイナス1かね、これで終了と。で次いきます。で、さっきねここの if 号って捨てもほとんど解けるんだよ。そうでもテストの時もし自分が先生だったらこの流れで絶対出すよね、このパターンで。その風に覚えてしまうと、あ、OK、ここマイナス1だからプラス1入れればいいんだって言って間違いを食らうっていう、そんなねもったいないミスをしないためにもこの割る式の方イコール0を解かなきゃいけないんだって覚えてください。いいね。そうするとこれ1こっちに持ってきて2で割ればいいから x は2分の1なんだよね。だから2分の1を入れてください全部に。で3乗は8分の1になるからちょっと暗算でごめんね。8分の1で8分の4だよね、4がいるから8分の4なんで約分して2分の1になります。2乗は4分の1なんでマイナス4分の1、2を入れると約分できるからマイナス1、そして残りのプラス1になります。でイコールここ消えるね。でこれが4分の2だからここ通分すると4分の2引く4分の1なんで全然入るね、ごめん下入るかなと思ったけど、答え4分の1とね、こうなります。で最後も同じように 2x プラス3マイナス3を入れるのではなくって 2x プラス3イコール0、これを解いて3持ってくるとマイナス32で割るからマイナス2分の3となります。でそれを代入する、ちょっとめんどくさいですけどね。でマイナス2分の3をねまず3乗すると下が8で上が27か、8分の27、これちょっとちゃんと書こうかね。2かけるマイナス8分の27でマイナス2乗すると4分の9だよね。でもともとマイナスが出るから4分の9プラス5となります。でここまず約分すると4で揃ってくれるんだね。でマイナス4分の27マイナス4分の9なんでマイナス4分の36、いいね、マイナス4分の36、あ約分できるのかってことは、4分の36だからマイナス9でプラス5、つまりマイナス4と。ね、こうやって解くことができると。いった感じでございます。なので、最初にも言ったように、解き方はすごく簡単なので覚えちゃってください。このね、式を式で割った時の余りを求めようってなったら、こうやってやればいいんだと。で、できれば、度忘れしちゃった時のためにも、なんでそれでできるのかっていうところまで覚えておくと、これ、割る式の方、イコール0をしなきゃダメだよねって、あそこの部分が0になんなきゃいけないから、消えないからさ。っていうこともね、つながると思うんで、もしよかったらそのね、途中に入れた説明の方もね、覚えておいてください。では、今回は高校数学数2の剰余の定理と因数定理マイナスじゃないね、丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言いましたが、ちょっと続く予定なので、次回また丸2ね、取っていきますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。